今日の特集です。愛媛県産の規格外の農産物から新たな商品を開発するプロジェクトが今進んでいます。高校生や大学生が考えた斬新なアイデア、どんな SDGs 商品を生み出すのでしょうか。最大級の安心安全を提供したいと考えております。愛媛と世界の架け橋にしたい、できる商品になってほしいという思いがあります。プレゼンで堂々と発表するのは高校生や大学生、自分たちが考えたアイデアを熱く語ります。このプレゼンは規格外の農産物を使って新たな商品を開発しようという SDGs プロジェクト。発表しているのは西予市のお米を使った新商品のアイデアです。プロジェクトのスタートは去年12月、米どころとして知られる西予市宇和町に愛媛大学の学生たちが集まりました。商品開発はまず素材を知ることから。生産者交流会で稲わらのもみから玄米を取り出す作業を体験します。サイズが小さいお米であるとか、茶色くなったお米とか、収穫されたお米の1割程度は粒米とかですね。商品開発のテーマは、割れたり小さかったりして商品として販売できない小米です。小米って知ってましたか？知りませんでした。今回その脱穀の作業をしてみて、あ、実際にちっちゃいのがあるなとかっていうのが分かったので良かったです。僕たちに求められているものは、やっぱ今までないものっていうのがあると思うので、そこをできるだけ実現したいなっていうふうには感じています。どこか知らないところで何か商品になっているっていうよりは、その目の見える範囲でその僕の知っている人たちがみたいな、なんかまあ商品になるってなんかすごくワクワクしますね。生産者の話を聞いた学生たちはチームに分かれてオンラインでアイデアを出し合います。確かに、だからお米につけるお米っていうものを作れないかなっていうのが僕らが今考えてたこと。あれ、これみかんの皮みたいなのがいいっていう話だったっけ？皮って言いましたね、多分。そうだよね、いいと思います。そう、こんな愛媛らしい商品イメージが固まってきたようです。もう一つ商品開発を進める食材があります。赤い株のようなこちらの野菜、ビーツです。この日は今治の生産者がプロジェクトに参加した大学生にビーツの魅力を伝えました。食べる輸血っていうふうにも呼ばれてて、その血を作る上でとてもいい栄養があるんで、まあ、色もあるし栄養もあるし甘みもあるし、もっと加工にはすごい適してる商品だなと思って。僕はビーツの赤を生かしてすでにこんな商品も作っています。タオルなんだ。それがビーツの色で染めたタオルなんです。すごい。主婦とかあと若い人向け、色がいいから、その色を使ってなんかまあちょっとおしゃれっていう感じの商品を作れたらいいなって思ってます。近くの八幡浜市は、そして迎えたマッチングイベント。大学生や高校生が一組5分の持ち時間で食品加工会社に新商品のアイデアをプレゼンします。米の麺で米という名前になっているのでイメージが湧きやすいかなと思います。甘酒砂糖は日本の古来の甘さぎゅっと手軽にをコンセプトとした甘酒でできた角砂糖です。オンラインでミーティングを重ねてきたこちらのグループは、愛媛の食材を具沢山にしたお米にかけるお米ソースを提案しました。お米を好きになってもらうきっかけの一つになるような商品を開発したいと考えています。その商品はおかずの代わりとして手軽にお米にのせて食べられるソースのようなものを作りたいと考えています。今回のプロジェクト参加者の最年少、宇和高校1年の松田結菜さん。提案したのはクレープシュゼットというクレープを使ったフランスのお菓子です。クレープ生地には米粉を使用します。食感がよりもちもちとなるだけでなく、小麦アレルギーやそばアレルギーの方も安心して召し上がっていただく
きます。学生たちのプレゼンは商品のコンセプトや販売ターゲットなどどれも具体的なものばかり。参加した加工会社は、うちの商品開発チームよりしっかり考えられてるなと。頭が上がらないなという気持ちですね。一方、ビーツの商品アイデアは、既成概念を取っ払った新しいタイプ、おしゃれなピクルスというのを開発したいと考えております。赤い色に着目し、カットしたピクルスを赤い宝石と名付けました。果たしてマッチングの結果は、まず一つ目が、コメです。次々とマッチングが発表され、この日16のアイデアが商品化の可能性を探る話し合いに進むことになりました。ご飯にのせるジャムみたいな商品を企画してくれたんですよ。それをまあとりあえず商品化に向けて第一歩を踏み出せるように挨拶させていただいて、これからのことを決めていこうと思います。天真爛漫にこうプレゼンテーションされる姿がすごく印象深くて、この商品を商品化したいっていうのがすごく届いたので、そういう応援したいっていう気持ちをいただいて本当に非常に嬉しいと思います。そして宇和高校1年生の松田さんの提案には手焼きクレープの企業が手を挙げました。いや、めっちゃ嬉しいです。実現したらそのアレルギーの方も食べていただけるっていうことを想像するとめっちゃ喜ばしいことです。今まで米粉っていうものもトライもしてきたんですけれども、やはり今日いろいろ聞かし、プレゼン聞かせてもらって、もう一回やってみようかなっていう気持ちにさせられたっていうのが一番大きいですね。実際の商品化にはまだ多くの課題をクリアしなければなりませんが、実現すれば愛媛食材を使った SDGs 商品として6月にもサンフランシスコで販売される予定です。本当に枠にはまらないアイデア、発想力すごいなと思いますし、熱意がやっぱり伝わるんだな、届くんだなって感じましたね。そうですよね。次世代のこう試行錯誤というのは夢が広がるなと思いましたし、ね、より多くのアイデアが商品化にどんどんつながってもらえればいいなと思います。はい。